ちゃん。そう。メメント最悪。これは絶対に載せようと思う。ありがとうございます。すいません。じゃあ、さよなら。いつもありがとうございます。あ、さよなら、ありがとうございます。では、宝くじ会に行ってまいりたいはず。じゃあ、さよなら、ありがとうございます。スクランブルスクエア行ってメイク用品買ったんですけど、一回家に帰ってきてこれからお仕事に行きたいと思います。行ってきます。逆回転じゃない。大丈夫です。ひょっこり出ても大丈夫です。
そんな力強かったら合ってんのって話になっちゃいますよね。ダンボール、ダンボール、ダンボール、そうじゃない、ミラノリブかなんかの、なんか結構厚手の、あ、そうです、そんな感じです、はい、あれもうニットか、あれはニットでした。どういうこと。でも今春服に興味津々な。わかります。あと脂質のもの落ちないですね、やっぱそのクリームがついちゃったとか。油系はそうですね、全然ダメです。だから家で洗濯し、家でもう家で洗濯してもダメですよね、やっぱり。そうですね、なかなか落ちづらいですし、あの油染みってどうやったら取れるんですか。私もこの間ヘアオイルを、はい、口紅オイルとかコーヒーとか落ちづらいですね。コーヒーも、コーヒーも落ちづらいです、比較的。そうなんですね。まだコーヒーだったらココアの方が落ちます。え、逆っぽい。じゃあちょっと帰り自宅だけで終わっちゃいましたね。終わっちゃいました、収録。帰ります。お弁当をいただきます。いただいて帰ろうと思います。お疲れ様です。ベッドには入らないようにし、ただいま、ただいま、ねねね、お子ちゃんが今トリミングがずっと予約いっぱいで行けないんだよね。もじゃもじゃになっちゃったよってね、めめも危ない。ねえ、もこちゃん可愛いね。眠たいそうで寝かしてあげましょう。おやすみ、もこちゃん。かよちゃんは今からお風呂に入るよ。ね。おやすみ。あとでねんねしましょう。はい。よいしょ。鍵がない、鍵が。歩きましょう。こちゃんのお散歩帰りにランチ買ってきました。なんだ、豚のローストビーフ丼みたいな。これはね、初めて買ってみました。ここはね、美味しいのに安いとこで、すごくね、いいんですよ。イタリアの料理なんですけど。ちょっと、お姉さん、やめてください。よっ、きれいに。キノコのマリネ買いましたよ。いただきます。うん、おいしい。ちょっとチャーシューの、ね、これは朝教習所に行ってきたんですけど、教習所で買った。マジで Vlog 向いてないです。仕事場に来るまでにも
回してませんでした。今はトランクホテルにいまして、ここからお仕事します。私服で出るんですけど、今ねコスで買ったシャツで、今日のメイクうまくいった。てか肌がめっちゃ綺麗に見える。最高。なんか毛穴がねすごくてさ、それで毛穴がすごい悩みがあって、毛穴が悩みだったから、すごい綺麗なこと。メンタル強め美女白川さん、毎週水曜0時30分から見てください。